おはようございます。おはようございます。さあ新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年もよろしくお願いします、はい、で新年一発目の収録から、はい、今8時45分なんですけど、なんでこんな車の中で行ってるかというと、はい、2つ理由がありまして。何ですか？1つが今日並び順。今日並び順珍しくね、はい、もう1つが花粉症で外に出たくないっていう花粉症、花粉がすごくてもう目がもう目かいだよなって今、はい、今日一番辛いくらい。あ、そんなに飛んでんの？いや、感じないですか？全く感じない。羨ましい。いや、でも私も花粉症とは言われてないから、うん、どういうことやねん病院行ってない突きつけられてはないから違うとは思ってるけど、うん、今日何花粉が飛んでんの？え、今日稲じゃない？今日なんか稲とかあんの？稲の香りがする。嘘やろ、絶対嘘つきや嘘つきになりましたな。はい、2024年一発目ってことですね。じゃあね、うん、いいスタートを切りたいと思います。さあ並びました。結構ざっと見てる感じですかね、うん、多分新しい台とかは無理やろね。これいや、そうかな。そうでもない。そんな何狙う？今日あんまりこれっていうのは決めてなくて、流れに身を任せたい気分。流れに身を任せる気分。喧嘩します。喧嘩。え、喧嘩あんの？いいですか？喧嘩いいよ。やっぱ激しい台がね、まあ出てきているので、特にえがまりチャンネルでは打ってないんですけど、カラクリサーカスに結構やられたなという思い出です。思い出があります。とんでもない目に遭わされた。結構とんでもない目に遭わされた。お、そうそう、スイカです。スイカ、あら、この13しか出てこないですね。一応天井がですね、一旦400ゲームのところでは絶対にチャンスゾーンをいただけます。チャンスゾーンの突破率は何パーセントぐらい？チャンスゾーンは2種類ありまして、うん、期待度 35% のチャンスゾーンと、うん、期待度 50% のチャンスゾーンがあります。どっち行くかは分かれへんの？どっち行くかは分かんないです。どういう振り分けなのかも分かんない。必ず、まあ、だいたい 35% です。だいたい 35% か。でゲーム数の天井がなくてですね、うん、チャンスゾーン7回スルーで8回目で AT なので、ゲーム数とんでもなくハマる可能性はあります。でもなかなか7回も行かないけど。プロレスラーばっかりやね。純さんばっかり。え、こんなにチャンスゾーンにハマってたら本当に勝てないです、この台。私7班めっちゃ強かったんですけど、うん、最近本当にダメで。あ、そうなんや。もう自分の中での負け番組みたいになっちゃってるんですよ、7班が、うん、で今日いがまりチャンネルで明日7班なんですね、うん、あ、ほんまや。うわ、負け番組2回続くやんと思ってもうマイナスとマイナスはプラスになれへんのかな。なれ、奇跡を起こってほしいね。そっか、やっぱり負け越してるか。え、プラスになった年とかもあったりするの？あるよ。私、本当に3年、4年ぐらいは入って、うんうん、プラスでした。あ、そうやったっけ。はい。え、でも入って3年、4年プラスやった割にはあの500円貯金箱つぶそうとしてるそうだよ。あれはね、なんてですかね、遊びまくってた。あれは遊びまくってた。お金使いまくった時か。そう、飲みにめっちゃ行ってた時期とかもあったから な。で、歩いて3分か4分ぐらいの距離でさえタクシー乗ったもんな。乗ってた。俺あれはびっくりした。
ほんまに駐車場に行くまでにタクシー乗ったりしてたらやばい頭おかしかった あの時ちょっとほんまおかしかったかもしれないな。ほんまにおかしかった、うん、この前なんかしずちゃんが、うん、なんかすごいしみじみなんかマリアは本当にまともになったって言ってたんだけど、うんうんうん、そういう気がするその意味がふんって思ったけど確かにそうかもと思って結構やばかったかもなとか思いつつその話を聞いてた確かにねまともになったかもめちゃくちゃやったもん今なんてほんまにオタクの女の子と友達だったりとかさすごいなんかいいと思うんだけど当時なんてほんまわけのわからんおっさんと友達だったりとか誰やねんこいつらって確かにそれはもう否定できないね否定できんやろ否定できないわけのわからんおっさんわけのわからんどこの誰かもわからんおっさんとかそれほんまにそうやもんでそのわけのわからんおっさんがわけのわからん女の子とトイレに消えてなかなか出てけへんかったりとかねありましたね事件みたいなこういう世界って本当にあるんだねほんま漫画みたいだねそう思ったらねだいぶ落ち着いてますよねほんまそういう気がするめったに苦言を呈せへん俺が多分あの頃は結構苦言を呈した記憶があるわあ、生活にねほんまになんかいろんな人の人の前に出る仕事やねんからちょっと考えなあかんで確かにいうことはなんか言ったよ、ジャックはジャガーシは豚っていう命令言ってたけどね、俺のことジャガーシ豚言ってはない言ってはないね言ってはない、口に出してはないからいやでもほんまにそういう顔になってから俺が注意するたびにうっせぇなうっせぇなデブブヒブヒ言ってんじゃねえやって言ってはない言ってはないけどああよかった言ってなくて思ってないけどねそんなこといやほんま注意してくれてありがとうございますいや絶対そんな顔じゃなかった心配してくれてありがとうございます、はい、そういう顔してたよ会社の人って割と放任じゃないですか、うんうんうん、あんまり言わないじゃないですか、うんうんうんで私言われたことがないからあそれでムカついてたんかムカついてはないなんでムカつくんですかいやなんかこいつデブのくせに違うそうじゃないそうじゃない言わないからあ言ってくれる人もいるんやとは思ったそんな顔やったかななんかいやそれぐらい今乱れてたんですよあのまあそうかもねその性とかに乱れてなかったんですよ、うん、そういうのじゃなくてなんか確かにそれは分かるいろいろ、うん、その気持ちは分かる心配になるそうなんか見てて不安になる、ね、不安になるというか確かに確かにさらわれたりせえへんやろまあね確かにそれぐらいの隙はありまくりだったとは思う言ったかもしれない嘘ごめん嘘です嘘嘘嘘プロレスラー難しいよあれ、うん、ね無理だねなんか写真撮られて脅されへんやろうかとか確かにねああそういうの結構びっくりしてた怖いよねそれはで何かあったら寂しい寂しい言ってたからそんなんも不安になるわけですよでもおしずさんの言う通りでございますいろいろな経験を経てまともになったよってまともになったまともになるの遅すぎるんだけど普通に考えてだから何事も本当に遊びとかの遅咲きはマジでタッチが悪いと思うよすごくいい例です私がそうやな、うん、でなんか多分あの時らへんとかやっぱりこうそのいろいろこうマリアの今までをイガガミチャンネル見てる人はご存知かもしれないんですけど、うん、その向こうのこうなんていうのその歴史というか、はいはい、大変やった時期とかあったわけじゃないですか、うんうん、愛知県のおまんと祭りらへんから、はい、そうですねでそっから借金があったりとかね、はい、借金があって、はい、いろいろありますいろいろあってでそういうこう溜まった鬱憤とかが一気に放出された、うんうん、確かにねいろいろがいろんなことから解放されて、うん、もうお金で悩むこともなくなって、まあ、お金で悩むのもなくなったし割と自由にできるようになったしっていうのもあったとは思う確かにスイカいいとこで引いたんじゃないですかさあ試合です
誰だ、リヒトさん、あ、鎖柄、これはいいんじゃないの、これは行ったね、行ったけれどもちょっとメダルが、これは初のチャンスゾーンでしょうか。さあ来ました、だがしかし、だがしかし2枚目です。さあ初の剣眼チャンス、337ゲームちょっとかかっちゃいましたね。さあ決めましょう、剣眼チャンス2種類あります。右が選ばれれば 50%、 あ、こっち 35% の方です。頑張りましょう。じゃあ10ゲーム間でですね、ベルかレア役を引くとここ10ゲームに戻ります。4回継続すれば当たり、意外とベル引くの難しいんですよね。やばい、半分切った、ベル、あー、やばいです、もう、あ、チャンス目行きました、危ない。10ゲームに戻りました。1人目仲間来てくれました。 35% ならあるんじゃない、ベル、あー、これね結構難しいんですよね。ベル頼む、残り1ゲーム、うわー、ラストだ、あーダメだ、1人しか来てくれなかった、これ厳しい。いけました。おめでとうございます、11本です、ありがとうございます。358ゲーム。さあAT スタートでございます。投資が11本、500枚、500枚目標、剣眼絶命ラッシュ、これは上位ラッシュとかもあるの、これは上位があるんです、ここが下位のラッシュで、はいはいはい、で上位で最上位です。よし、上位入れましょう、入れたい。ワンセット50ゲームスタート、順増は 2.5 枚でございます。まずねレア役でバトルに発展させることが第一の目標です。でバトルに勝てば A ゲーム数の上乗せで3戦目まで駒を進めることができれば、で3戦目勝てれば、まあ、大きな報酬がもらえます。ゲーム数だったり上位のラッシュだったりもらえるので、そこまでたどり着きたいんですけれども、バトルに発展させるのが結構難しい。おっ、2段階、あ、ジャックチェリー、ジュリーではいかないね、厳しいね。ラスト何もできず終了です。112枚、ほんまに何もできなかった。はい、次回次頑張ろう。はい、でもこういう感じです。なるほど、はい、もう、そう、バトル発展もちょっと難しくて50ゲーム終わっちゃって駆け抜けみたいな。あのこれ最近かな、うん、あのドレミがマリアと呼んでるから来るきてって、はい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 、いうか、あ、珍しいな、行くわって、あ、じゃあドレミと飲むって言ってマリア行けるようになったからおるって話だったかな。あ、そうそうそう、私も行くみたい。あ、そうそう、で、まあ、ドレミが言うた場所に行ったわけですよ。そしたら、ドレミがおって、でマリアがこう椅子の背中向けてたんですよ、こっちに、はいはい、入り口側に背中向けてた。ほんでドレミとマリアしかおれん感じなのに、その右に男性がおるとついにこの時が来たかと俺思って
ついに紹介したい人がいます。紹介してあげますと。で、もう多分私には時間がないとか言って、多分すぐ結婚とか言うんやろ。あ、もうついにこの時が来たのかと。イーさんごめんって、もう番組やれへんかも。もう番組いろいろ終わっていかなあかんのかと、うん、ってこう歩きながら、大事な話あるで。そうや、大事な話があるんでっていう話かなと思って、あ、そうか、まずあの番組終わらせて、まあ多分そのテーブルまでの距離が10歩ぐらいですわ。その間に俺いろんな思考を巡らせて、あ、そっか、ついに前でも結婚でこのまま引退なんかなとか思って、その男性の顔を見たらタラチューやった。あ、よかったの。逆にこっちはびっくりサプライズをしようとしてたから。あ、そうなんや。そう、言わんかったん、相手言わんかったん、相手だ、そういうことか。タラチュー来てること言わんくて、びっ違う意味でのサプライズと思った。そうそう、びっくりしたわ、ほんま。まあ、よかった言うたらあかんねんで、ええ人見つけなあかんねんけど、まあね、そうね、あの頃はほんまびっくりしたな。確かにね、本当になんかタラチューのこと、本当になんか初めましての人を見る感じ、うん、誰ですかみたいな感じで見てたもん。そうそうそう、うん、なんかポカンとしてたもん。え、もっとびっくりしてくれると思ってたから、こっちは。あ、タナチューやみたいな。じゃあ、タナチューやと分かってから、うわ、タナチューやってなって嬉しかったけど、うんうんうん、それまではほんまに、なんやろ、それまでリアクション薄かった。えっ、ついにこの時期が来た、この時が来たんやと思ったら。事前に言います、うん、事前に言いますよ、その時。やっぱオカマって楽しいからな、話とか。楽しいね。これ行ったんじゃない？あー、でも後ろか、どうだろう。お、これは行ったは。来ました。今度こそ、今度こそ111ゲーム、今度こそっていうか、もうチャンスゾーンなんですけど。え、お、50%。ガロの頭、頭が出てくる時の音が鳴ってんねんけど。あ、でも確かに止まってくれへんかな。さあ、こちらもベルレア役を引くと10ゲーム間で、で、このまあ、外れでも減らしてくれますけれども、わあ、残り5ゲーム、あと90人もいるよ、無理。よかった、よかった。不安なるわ、あの音。え、そうなん、うん、そんなに。わあ、ちょっと厳しそうです。残り85人、そしてあと2ゲームしかない。わあ、1回もベルレア役引けなかった。あ、ここでのレア役はどうですか。これいけててほしい。しかもチャンス目よ、チャンス目よ、いけるんじゃない。えー、マジダメ。あ、よかった、よかったです。よかった、よかった。このチャンス目でしょうね。124ゲーム14本です。追加投資しております。さあ、2回目の AT、 今度こそバトル、今度こそバトル取りましょう。124ゲーム、はい、124ゲームです。投資が14本、投資14本です。ほら、バキっぽいやろ、なんかめっちゃバキです、ね、見たことないけど。あ、見たことない。マキも見たことないけど、バキっぽい。でもなんかバキよりも絵のタッチがなんか見やすくないですか、うん、あ、まあまあ、あかん、もう終わる、終わるよ、何にもできなかった、本当に。でも足も出ない、レア役一回も引けなかった。89万。わー、これ繰り返すってこと、うん、そうです。大変や、早く上位に入れないと。そうなんですよ。一番上が何、一番上はなんかボーナス、ある
ここが一番すごいってこと。アルティメットです。これが一番すごい上位と、それがさらに最上位。最上位行ったらもう完走確定みたいな。まあ、期待枚数で言うと3000枚ぐらい、3300枚ぐらい。そこで上位が、上位でも2000枚ぐらい。あ、マジであるんですけど。そこ行こうじゃと言われてますけれどもね。行きたい、本当に。行きたいな、今日は絶対に、うん、だって新年一発目やもん。演技のいいところ見せないと。演技よく行きたい。だって伊勢までお邪魔してるんだからさ。本当にだってさ、伊勢ってさ、やっぱ伊勢神宮があるわけ。そうです、お伊勢さん。でもさ、パワーがあるわけでしょ。当たり前、もう一番のパワーよ。でしょ。もう伊勢全体がパワースポットなわけじゃない、うん、そうそうそう。ここで負けてらんないですよね、うん。いや、本当すごいやん。なんか、そうね、なんかあるな。あ、来た来た。何、1億ポイント行ったよ。1億ポイント。さあ、ここがすごく大事。アシュラ演舞、ここ10ゲーム間です。ベル、レア役、まあ、子役でチャンスなんですけど、これクリアできれば、剣眼目高確率、すなわちフリーズ高確率みたいなところに行くと。あ、これ行ってほしい。あ、まあ、レア役欲しいよね。レア役だよね。伸びない。ベル、あ、待って、チェリー、チェリー来たよ。あー、あー、ダメなの。ねえ、チェリーいたのに。もう一回行こう。なんかラスト3ゲーム。ラスト、いけ、よーい、いったよ、いったよ、いけました。マジ成功しました。よし、ちょっと大チャンス。上位に行く可能性が、まあ、ある。クリア 30% ぐらい。いきます。はい、ということで成功いたしましたので、入れますね。さあ、ニコリュウ奥義伝授、これ50ゲーム間あります。はい、集まって、一発50ゲームあるんですよ。そしてレア役ジャック・チェリーで、ここで剣眼目の出現率が 9.2 分の1にアップしてます。はい、熱いです、激熱だから。さっきのレア役は剣眼目がの後に引こうねっていうことです。でも成功率で言えばね、だいたい3割ぐらいみたいなので、まずこの 9.2 分の1の剣眼目を引く。よし、来た、頼む、マジでマジで頼む。もう一段、もう一段、あー、ないない。ちょっと 9.2 分の1引きまくらなきゃ。よし、来たぞ、もう一丁。ああ、来ました、やばい、もうここまで行っても行くんやいが。これこのままどうしたらどうなんの。これもうレア役引いたから。ここや、ここや。サムネはここや。カメラ騒動してしまった。まあでも無事引けましたか。うん、よかったね。はい、無事引けました。14本です、投資。赤いよ。え、待って、赤、あ、嘘、これは赤いものなのか。赤いデフォルト、赤いものなの、デフォルトなの。あ、また剣眼目が上がった。ここで、うわーい、なんてここで剣眼目。収支管理アプリ Pマネー登場。 Pマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。
皆さんダウンロードお願いします。